まだです。今日ちょっとあの収録時間が、ちょっと余裕がないんで。そうですね。押してます、これ。完全に。<laughs> ま、ちょっと、関係ない話も逆にしつつ。逆にしつつ。<laughs> いいですね。本編いかないぐらいの感じで。本題に、本題に切り込まないで終わるパターンね。どうせなら。どうせならね、うん。今僕あの、ちょっと休み、 撮ってて。ちょっと、あの、節目ですからね、今ね。そうなんですよね。うん、なんで、ちょっとこう、昼間から、博物館行ったりとかして、あの、国立、あの、上野の。あ、上野のやつね。はい,はい。行ったりとかして。<う>で、まあ、平日の昼行っても人多いっすね。なんか、学生が、学生と子供が、多分、なんか遠足なのか。ああ、まあ、そうか。本当に、人がすごい逆に多かったっすけどね。あ、そう。でも、土日もっと多いのかな。 でも逆にそう土日に会えてい行く場所じゃないのかもしれないよね。なんかその博,<え>博物館みたいなね。なんう,ね<え>うん。だから、いや、小学生とかすごい多くて。あ<ー>あ。ぶつからないように歩くのが大変なぐらいでしたけどね。あまあそうあ<の>確かに。うん。でも、あの、噂には聞いてた例の光景を見ましたよ。あの、はい。あの、小学生たちがいっぱいいて、ある小学生が、なんか展示物見て、なんか結構真面目な感じで、 喋ったんですよ。うんうん、意見、自分の意見というかね。えー、こうだと思うみたいな。そしたら横にいた小学生が、それってあなたの感想ですよねとか言って。うわわ、ほ、うわ,う,わう,わうわ、わ、うわ、うわ、うわ。和田さんが言ってたなと思って。子供の間で流行ってるって。うちの子供まだに言ってますから。<laughs> <laughs> いや、そうですか。うわ、ほに言ってんだと思って。めちゃめちゃ影響を与えちゃってんじゃん、本当に。ね。 いや、博物館とかで行ってきた,くなかったっすよ博物館で、か、それってあなたの感、言、感想言ってもいいじゃないむしろ <laughs>。そうそう。なんです。博物館なんだから <laughs>。完全に感想でしたから、だって。いや、だから、感想を言う機会だから、むしろ <laughs>。そうそうそう。<laughs> そうなんですよ。<laughs> 感想を言わせといて、それってあなたの感想ですよねて。いやめちゃめちゃ面白いですね、でもね。<laughs> あれ感想言う場所だから、って。<laughs> 天才的な突っ込みですけどね、考えちゃう。<laughs> 感想だわっつって。<laughs> むしろ。感想言う場だわ。<laughs> あ面白いね。あ、いや、来ちゃってるね。来てるね。また、小学生とかが、すごいよね。影響を受けるのは。で,ね、でも言い方もね、やっぱり本人も別に、なんか、 そうね。もうだから、可愛く言ってましたよ。それってあなたの感想ですよね。みたいな。ああ<ー>。うん、まあ、だから、それはい、あの、いいことだよね。いいだから忠実に再現されると、ぶっ飛ばすのものやろって思いたからね。<laughs> 本当は <laughs> クソガキ <laughs>。みたいなそ。そうですよクソガキですよ。<laughs> いや、クソガキでしょ、<ー>どう考えたって。あのトーンで言われたら。そうそうそう,そう。それってあなたの感想ですよね。ムカ <laughs> つくな。めちゃめちゃイライラするす、ねね。そうだですよ。 いや、まあまあね。その、いやー、そうですか。そうそうそう。まあ。それ、な、何を見に行ったの博物館。な、な、多田さんの目当てとしてはいや、何、特に目的はなく。もなく。あの、楽しかったですけどね。楽しかった僕、あれ、でもあそこ行ったことないんですよね。中入ったことないんですよ。あ、そうですか。あのね、ウェンノブ・ゼンとか、あの辺は行ったことないんですけど。うん。いや、やっぱり、ね、くたびれましたね。広いし。 やっぱり広いですよね。でかいですよね。うんうん、確かにね。うんうん、まあ、そんなこともありつつね。まあ、この番組では、広きの話は先はあしてなくて。あのー、なんか最近、あれですよ、中田敦彦が、こうね、ぐいぐい前に来ちゃってたから、ね、ちょっとあんま目立たない感じになっちゃってましたよね。あの、いっね、なんか、論破、ああいうこう、広きの、 ペースに飲まれないっていうね、ことが大事っていう話をしてて、ついさっき YouTube で見てて、はい、心理学者の加藤泰造さんっていう、結構ね本いっぱい出してるから、<ー>心理学系の本好きな人は多分みんな知ってるのかな多分<ー>その人が言ってて、あるその海外の高名な学者さんが人の悩みを調べてて、 うん、その人のね、蝶さんのスタイルは、もう街に出てって片っ端からインタビューするっていう。フィールドワークですね。そうそうそう。うん、で、うん、もう悩んでる人になんであなたは悩んでるんですかと。はいはいはい。聞いて、共通点が分かったと。はい。それは、私はそういう人じゃないんでって言えない人だったって言うんですよね。おーおお悩んでる人の共通点はそれなんですって。あ、なるほどね。うん。社会の期待とかね。はい。そういうものに対して、 いや、自分はそういうタイプじゃないんでって言えないから悩むなって言うんですよね。はいはい,はい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 。何かになろうとしちゃうとう、合わせようとすると、<ー>周りに飲まれちゃあとわかりますわかります。うんうん、で、それで、その加藤さんがね、言ってた例えが、うさぎと亀ですね、と。あれ、うさぎと亀の話って、もしもし亀よ、亀さんよ。うん、なんであなたはそんなに呪いのかと。うんうん、それに対して亀の反応が、 なんとおっしゃいます、うさぎさん、なんですよ。だったら私と一度勝負をしてみませんかって話で、あの、物語が始まるんですよね。はい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 。うん、それが間違いだって言ってましたよ。<laughs> あそこで亀が言うべきセリフは、いやいや、私亀なんでって言えば終わった話。<laughs> <laughs> そこでなんとおっしゃいます、うさぎさんって言っちゃうのが、現代の人たちの悩みだって言ってました。<laughs> 私は亀なんでで終わった話なんですよ。なるほど。あの、亀は現代病だったわけですね。あの、この適合、なんつう、その、あの、同調圧力にまみれた。あれがたまたま物語として、亀が最後、まあ、勝っちゃったりとかするけど、はい。現実はそんなことじゃないから、勝てないから、普通は。まあ、そうだね。亀が兎に勝つ、勝つなんてありえない基本的にはね。私、私は亀ですかそうなんですよ。なるほど。そう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 。 まあでも、確かにそれは、あの、本当にでも、あの、本質をついてますよね。うん、あの、なんだかんだ自己啓発的に自分はありのままでいいとか言いつつ、そう,そう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 。もう日々、日々、もう、ね、あの、誰かになろうとしてますよ。<あ>本当に。広瀬すずになろうとしてる。そうっすよね。う,よねうん、僕は。和田 <laughs> さんがあ,あ僕は、うん。<laughs> <ー>完全に。完全に。うん 確かにちょっと寄せてますもんね。寄せてる寄せてる。髪型とか完全に一致してるから今。うん、アリスにも寄せてる。僕だから。お姉さんの方にもね。そんでね、あのどうぞ続けてください, <laughs> いや、そんな中ね、あのー、ドラゴンボールザ・ブレイカーズのローディングが長いからあ、本読んでるんですけど。うん、はいはいはい。 いや、最近読んだ本がね、非常に良かったんで。はい。それはね、才能の地図っていう本で。はいはいはい。これあれなんですよ。作者が鈴木優さんっていうあの、パレオな男とか。はい。のブログ書いてる。はい、ああ、どうですか通称パレオさんですかうんうん。本で。うん。非常に面白くて。うんうんうん。その人なりの才能の、本当の意味でのその才能の見つけ方っていうのを解いた本。はい,はいはいはい。な、うんですよ。 才能はね、うん。偏りだという話をしてましたね。ほう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 。偏り。はい。うん。結論ね。うんうんうん。この本読んでください、ぜひ。<laughs> 全然ヒントくれないですね。<laughs> <laughs> その、<laughs> <laughs> なんか、あの、いわゆる一般的な自己啓発症が解いてるものと、はい <laughs> 結構逆を言ってるような感じで、僕ね、やっぱりそういう本好きだったし、はい、普段からそういうこと考えるの好きなんですけど、うんうん、割と僕からしても新鮮な視点が多かったですね。<ー>いわゆるその、まあ大体その、才能の見つけ方としてよく書かれてたりするのが、やっぱりほら、好きなことをやることが大事とかね、自分が得意なものを仕事にできる方が一番いいよねとか、うんうん、そういうの全部否定してますから。うんうん あ、否定する。否定しすそう好きこそもののなんちゃらを否定する。否定しました。お<う>それはちゃんと、あの、なんとか大学のなん研究でとかそういう。おうあの例によって、ファクトを持ってきたデータすごい。すごいファクト持ってくるからな、<laughs> この人は。本当に。そう。あとだから、その、自然にやってしまうことが、いや、僕も思ってましたけど、自然とやってしまうことが、やっぱりその人が一番向いてるものだっていう感覚ってやっぱあるじゃないですか。ありますね。うん。全然ダメです、ね、えそ,それは全然違うと。意外と、その、 関係ないっていうことを研究で分かったりとかするとかね。あと得意なことをしても、実際成果って実は出てないとか。<laughs> データとしては。<laughs> <laughs> <laughs> そんなこと言うなよ。ほんとに。そう。だけどね、いや違うんですよ。あの、っていう感じで励ましてる本なんですよ。あ、そうなんだ。そう。はいはい、要はみんな、その、あれなんですよ。いわゆる IQ とか、あと生まれとか学歴とかそういうの含めて、うん、やっぱり、 どうしようもない事実ってあるよねとかっていうことで、自分何が向いてるんだっていう感じで悩んでる人って多い中で、ね、誰にでもそういうその、いわゆるよく言われてるようなことじゃない、そういう視点じゃないところの視点で、本来自分がやる,やるべきこと、本当の意味で向いてること、はい、それをやった方が、年収って意味では年収が上がる、あの<ー>自分の見つけ方みたいな。 ができるよっていうような本なんですよ。ああ、なるほどね。うん。で、それが偏りだってあ、そういう意味での偏りってこと、うん、<ー>例えば、うん、その絶対的な、その人は何が得意かって、要は絶対的な指標で人と比べたら、もちろん自分よりできる人っていっぱいいるし。そうですね、うんうん。だけど、その人の個人個人の中でできることとできないことの偏りがめっちゃあるわけですよ。 社会とか組織っていうのは人が集まってやってるわけだから、その自分の偏りをその中でどう当てはめるかで、本来自分が一番才能を発揮できるところが変わってくるっていう話で、ああ、なるほど。これ分かりやすい例があって、はい、バンドの話、はい、音楽のバンドの話で、例えば、まあ二人メンバーがいたとして、一人はもう音楽全体的にできる人で、はい、音楽馬太郎、<laughs> 音楽馬太郎が、 <laughs> ボーカル10、ギター15できるとするじゃないですか。それに対して、音楽下手次郎。うん、下手次郎ね。うん、ボーカル2で、ギター10なんですよ。ああ、はいはいはい、はい。これどういう状態かというと、下手次郎もギターの方がうまいんですよ。だけど、ギターのう,うまさで言ったら、音楽手太郎の方がうまいんですよ。でしょうね。なんかね、15ですもんね。そうなんですよ。うん、この場合、うん、どう考えてもその、 ヘタジロの方が踊ってるんだけど、うんこう、バンドとしてはどっちの組み合わせでいくかってことなんですよね。あ、これは難しい問題になる,なる確かにかね。うん、だから、それぞれが得意なことを活かしてやろうとしたら、うんうん、バンドとしてはうまくいかないんですよね。うん,うんうんうん。そうだね。要は、音楽、馬太郎はボーカルよりギターの方がうまいんですけど、ヘタジロより全然どっちもうまいから。だから、馬太郎は、 本来ギターがめっちゃうまいけど、うん、ボーカルの方やって、下タジロの方にギターをやらせた方が、うんうん、これバンドとして成立してるんですよ。はいはい,はいはいはい。これあの、会社とかの成り立ちでもよくありますよね。ねあの、やっぱり何でもできちゃう、そのリーダーみたいな人がいて、で、その人は明らかに誰よりも勝ってい何、何に関しても勝ってるんだけど、うんうん 誰かの投出した何かを、その人が勝った状態で奪っちゃうと、その人は成立するけど、組織としては全くこう成り立たない。<laughs> そうそうなんですよ。だからちょっとこれ説明が難しいんだけど、状況としてはよくあるケースです、ね、よくあるある。これはね、見たことある。うん。ね、出会ったことある。だから、<れ>要は、その状況を前提に、うん、あの、どう活躍するかっていうのが、あの、偏りを生かした才能の生かし方ってで、ねな。なるほどね。 なるほどね。だから本来自分がやりたい、あの好きなこと、得意なことよりも、うん。偏りをどう、その当てはめるかを工夫す,する方が、結果的には才能があるように、こう、社会としては評価されるっていう。確かに、確かに。ことなんですよね。確かに、確かに、確かに。これなんかやっぱ、あの、チームビルディングのやり方とかでもすごい、こう、あの、いい、あの、事例ですよね。これ結構、あの、やりがちなのが、あの、あの人はあれが一番うまい、 あのよくできるからあの、えー、とプログラミングに関してはあの人一番できるからあの人をリードにしようってやっちゃうんだけどそれだけなのよ結局それで終わっちゃうじゃ、うん、<laughs> あ他はみたいなほ他はまあ,あれいいんだよあのリードしてあのついていけばいいんだよそれでっつって、うん、でそれで終わっちゃうんだよ、うん、だからまあその人が一番いい状態 <music> またです。すいません。急に切れちゃいました。ちょっとトラブルが、機材のね、<laughs> ね起きがちですけど、はいはい、トラブルがあって、ね。一週間、時が経ちました。はい。恒例のね、よくある、この番組。<laughs> そうですね。の <laughs> <laughs> で、続きを喋りたいんですけど、一 <laughs>、はい、週間経つと、もうちょっと、同じ話をするモチベーションがちょっとね、なかなかこう。あそうですよね。ねだから、その、まあ、あれはあれとして、なんとなく、あんな感じの話を、はい また続きを。続きをね。はいはい、まあ、そのあれですよね。人によって、こう、うん、得意なものと、うん、あの、あれの偏りがあるってことで、その自分の中で、これが自分は得意だと思ってても、自分が得意だと思ってることが、他の人では、さほど得意じゃないけど、<ー>自分よりも優れてるっていうことが、残念ながらある。うんうん、はい。まあ、さっきのヘタジローの話とね。そうですね。ヘタ、ヘタジローね。ヘタジローは、はい、自分はもうめっちゃギター上手いと思ってるのに、はい。馬太郎は、ギターそんなに、 そこまで得意じゃないと思ってるけど、下手じろより上手い、ね。上手いというね。うん。うん、切ない。こういうことってよくあるというね。いや、本当ね。神様残酷ですよ。<laughs> 本当に。だから、まあ、組織とかの話をしてましたけど、さっきね。まあ、ちょっとね、あの、表現として、まあ、バンドとか組織がどう成立するかって話してますけど、正確には、どの組み合わせを、でやった方が全体のスコアが高くなるかっていう、 のが大事な視点なんですよ。誰が何をやった方が全体としての,合計のスコアが高くなるかまあでもこれをそのプロデューサー視点というかそのマネージャー視点で喋るとなんか簡単ですけど自分でって考えるとちょっとまた別ですよね。あ確かにね。うん、だそれはこう。 あの、そうだよね。組織っていう俯瞰してこう見るっていう役割じゃないと、うん、自分を客観的に見る機会ってないですよね。そうそう,そう,そうだからこれを自分で、自分の偏りを知った上で、どう組織に自分を当てはめていくかっていうことがしなきゃいけないわけで。はい、だからなかなかそういうふうにはできないですよね。してないでしょ、みんな普通はそんなことで。まあね。大体むしろ得意なものをどうねじ込んでいくかっていう発想になると思うんですよ。そう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 。いや、そうだと思いますよ。ね、うん。 また、あ、結構マネジメント論でもさ、割とこう、こういろんなパターンの人いるわけじゃないですか。だから本当にこうバランスを見て、こう組織をこう形成できる人もいれば、あの、例えば大谷翔平、<laughs> いいですか。大谷翔平もど,なんかどっちもできるから、<ー>一番こう光が当たる状態にして、そ,そ,それ、その子中心にチームを作っていくみたいな監督もいるわけですよ。まあその、監督、監督とかそういう、あの、まあ管理職の人、うん、会社で言ったら。 だ、まあね、そういうやり方もあるとは思うんだけど。でも、うん。確かに、あれですね、<laughs> 大谷翔平、あの、投げる方も打つ方もできるから、その、ピッチング、バッティング、それぞれ専門でやってる人からした時の立場とかね。そう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 。そういうのがありますね。特に、まあ、プロだからあれですけど、昔高校野球の時とかね。はい。その辺難しそうですよね。やっぱりなんかこう、あるじゃないですか、そのなんか、あまあ、だって、その、高校役員たっては、その、 あれでしょうだって、世代というかさ、3年生、2年生、ね、1>, 1年生みたいなさ、そういうヒエラルキーもあるじゃない<の>なんかやっぱ結構、スポーツの社会、縦が結構、ね、大切だったりするんで、なかなか監督としては難しい選択になるだろうなと思って、<laughs> ああいう。これやっぱ、まあ僕はサッカー好きだからね、サッカーでよく見るんですけど、まあだからこう、もうスーパープレイヤーってやっぱ時にいるじゃないですか、天才みたいな。やっぱ、それに合わせたチーム作りした方が、 強くなる場合もあるし、実際こう瞬発力というか、うん、だって、さ、例えば、まあメッシにボール渡さんよりも、ベーシ、メッシにボール渡した方が、決めてくれるわけじゃないですか、結局のところ。だからまあ戦術メッシみたいな感じになるわけですけど、試合の勝ち方としては、結構もう本当にドライに試合っていうことを考えたら、 あの、そのやり方が正しい気がするんですよ。うん、ただ、その育成とか、まあ、チームって別にそのシーズンだけが、そのチームだけなわけじゃない。メッシーもなんか高いお金もらったら移籍しちゃうかもしれないし、先日メッシーで行ってたら、いなくなった時にすごい大変なことになるわけじゃないですか。うん、だからまあそこら辺の駆け引きもしなきゃいけないっていう、まあその球団運営と監督っていう立場で言ったら、まあなかなか難しい、ね、こ,ことだろうなというか。当然やっぱそれ中心にしちゃうと、う他の選手ね、めちゃめちゃ、 持ち目、将来がえちゃいますからね。やっぱね。うん。だから、これがあれなんですよ。だから、あの、大事なのは、選手視点の話なんですね、これ、だから。まあ、そうですよ、ね、今回は。はいはい、そう。だから、その方が多分難しいんだと思うんですよ。いや、難しいでしょうね。その、だから、監督は俯瞰で見れるけど、うん、選手自身はどう、なんての、自分の力を、チーム全体のスコアを上げるために、こう、使わなきゃいけないのかってう。うん。まあ、でも、スポーツだとまだね、その、わかりやすいけど、成果が。うん。会社とか、 ある程度その全体の性格がこう見えづらいな,な、中で自分がどう立ち回っていくかって自分でコントロールするのはやっぱり難しいと思うんですよね。いや、確かにね。まあでもあのた、たまにいるのは、こう選んで2番手3番手になれる、結構割とだからそ,そういうこう、謙虚なんだけど、こうクレーバーというか、うまあたまにそういう人いるじゃないですか。そうですね。だか あそういう人がいると結構、こう、均衡が保たれるというか。そうそう。だから、その方が、結果的に、その2番手3番手をね、あえてやってるっていう人は、結果的にその1番を目指した時よりも、会社での評価って実は高くなったりするし、そうなんですよ、ね、あとその方が会社としての全体のスコアも上がるし、そうそうそう。だから、それができる方が人が、最終的にその分かりやすく年収が上がったりするよって変に1番を目指そうとして、中途半端になって足を引っ張ったりして、活躍できてなくて、っていうふうになる人が多い中で、 それがいかにどうできるかっていう。なんかあの昔あの、昔とかちょっと前ですけど、あの天才を殺す凡人みたいな本あったじゃないですか。あれもまあ結構、ちょっとその近いニュアンスを。 受けるところはあるんですけど、なんかでやっぱ天才一人だと、こう、立ち行かないというか、天才ってやっぱり天才がゆえに、共感もされないし、エースなんだけど、やっぱりこう、誰かの後ろ盾がないと、こう、本来の意味での天才性は出てはっきりできない。だからやっぱりこう、参謀となる、こうい、なんかこう、援助してあげる、サポートしてあげるおじさんみたいな人がいないといけないみたいな本だと思うんですけど、でやっぱでも本当あの、サポートできる人のバリューって、会社においては一番確かに高い。 ですからね本当にそうなんですよね、うん、ただなんかねそれをその人はそのそんなふうに自分をそのマメントできないというか、ね、難しいですよね、うん、やっぱそ,そこはやっぱ人間ですからね,、うん、ねそうそうそう,そう、うん、でまあこの本とかだとそのどういうふうに自分を見つけていくかとかそういういろいろ書いてあってねちょっと紹介しましょうかね例えばね自分の本来の能力を表に出せないケースはい 一つはね、別の能力が足を引っ張ってるケースね。ああ、はいはいはい。例えば、実は本当はリーダーシップ能力が高いんだけど、はい、同時に謙虚さとかつつましさっていう能力も高いから、周囲の人の先頭に立つモチベーションが上がらないっていケースがある。本当はリーダーシップ向いてるんだけど、うん、謙虚さとかの方が強いタイプ、ね、は,いは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 い。が、だから本来、リーダーシップやったら活躍するけど、やらないみたいなタイプになる。ああ、いや、わかりますね、それね。<laughs> すごい。うん あと、まあ、スキルのなさが足を引っ張ってるってケース。うん。本当は共感力とか思いやりがあるのに、コミュニケーション、分かりやすいコミュニケーションを取るスキルが不足してるために、本来の思いやりとか共感力を前に出せない。みたいな。うん。うん、まあ、不器用なタイプなのかな。はいはいはい。とか。あとやっぱトラウマが足を引っ張ってるパターン。ああ。本当はめちゃめちゃクリエイティブなタイプなのに、子供の時に落書きとかいたずらですごい怒られた。 ことがあっっててそそれがその好奇心を発揮できないにないるとは、環境が足を引っ張るパターン。うん、これは、本当はめちゃめちゃクリエイティブなのに、普段やってる仕事が完全な決まったルーティーンの仕事との定型的な業務ばっかりやってるせいで、クリエイティブな発想を使わずに暮らす習慣が体に染みついちゃったパターンと、ね。これみんな多分身の覚えがありますよね。ありますよね。それぞれに対してね。 だからまあこういう視点でちょっとあの、本来もっと自分が実は得意なものって何かなとかね、考えてみるのいいんじゃないですかね。うんうん、結構ね、あの、何て言うんですかね、あの会社とかだとさ、割とこう自分の職種とか、うん、えっと、まあ、例えば専門職、えっ、ー、とエンジニアさんならプログラミングのスキルとか、割とこう、何て言うんですかね、こう、 断定的に伸ばさなきゃいけないみたいな感じで、なんかそこを競うみたいな傾向はできちゃうじゃないですか。でも実際、実はその、まあもちろんそれもね大事なスキルではあるんだけど、そこじゃないところの、うん、まあパーソナリティのところであったりとか、あとは仕事への向き合い方、メンタルモデルとか、あとはさっきおっしゃられてた、実は隠れたこう素養というか、実はリーダーシップ。 発揮できるみたいなとかポテンシャルのところですよ、ね、実は意外とこう大事なこうファクターになってくるじゃないですか,<ー>なんかその人がこう活躍できるかどうかみたいな,、ねね、なんか確かにそれ結構ある気がしててなんかその本当はリーダーシップあるのにそれをやらずに、うん、あの 技術就職そうてるそうう人もいるだろうし、逆もあって、本来であればーー、すごい企業でいろいろできるのに、うん、なんかマネジメント弁当ばっかりやってるっていうケースもあるだろうし。ありますこう、だから人にこう任命されちゃう場合とかあるんですよね。うんうん、だから、あなたはマネジメントの方が得意そうだからとか、そういう場合もあるしね。例えば、あの技術の部分にいったらさ、いや、僕なんてあの人よりもこう、技術なんてないのに、マネジメントなんてできないとか、うん、やっぱ結構そういうこう、自分でこう決めてこう、ね キャップにしちゃううといかかね、なんあありますからね、と、シンプルに自分が得意だと思ってるって可能性もありますからね、そっちの方が。確かに。あ勘違いしてて。勘違いパターンあるんあと、まあ、憧れとか、ももう、あそう、そそうう。思い込みね。うん。いや、そうっすね。ね。で、まあ、それがまあ、なんだろう、表に出せないケース。うん。あとね、まあ、個人の性格と年収の関係性っていうのもあって、どういう性格の人が、 どういう仕事をすると年収が上がるのかっていう。ああ、はいはいはい、うん。例えばね、感情が安定してて、不安や悲しみを覚えにくいタイプの人は、ストレスの多い環境で働くと、年収が高くなる。投資銀行か、神経理解、消防士などって書いてますね。あと逆に、めちゃめちゃ不安になりやすくて、すぐ悲観的に考えるネガティブなタイプは、細部への注意とか、高い注意力が求められる仕事でやっぱり活躍して、 年収が高くなるみたいです、ね。確かにね。うん。例えば、ここだと、交通安全を守る仕事だったり、健康管理に関する仕事だったり、うん。学術研究家って書いてますね。うん,う,んうん。あと、これ分かりやすいですけど、明るくて社交的な人は、交流、あの、人との交流の仕事で年収が上がるってね。広報とか、はいはいはい。カスタマーサ,サービス、はい、教師、看護師ってってますね。はい。 一方で口数が少なくて非社交的な人は、やっぱり厳しい意思決定や率直な発言が求められる仕事で年収が高くなるんですって。なるほど。ほど経営者と、はい。財務責任者、弁護士、医師、チームの監督。だから、この辺の仕事って口数が少なくて社交的じゃない人の方が向いてる。 っていうことが面白いですね。<laughs> か皮肉に聞こえますね、そね。そいたいその、<laughs> そうですよね。うん、<laughs> まあその、企業家とかね。もう、ウェイウェイ。あれですよ、弁が立ちますよ。うん、<laughs> あのウェイウェイしてますしね。そうですよね。うん、あ、だから、いや、もしかしたら、うん、データとしては、弁が立たないタイプの経営者の方が実は成功していったりするってことなんですかね。もしかしたら。本質的にはね。 ああ、でもなんか、イメージ、そういう、なんていうんですかね、あの、成功している、いわゆる、こう、経営者、みたいなのを、見、見ると、そういうイメージはありますよね。なんかこう、コミュニケーションでどうっていうよりは、やっぱりこう、その人の、なんていうんですかね、こう、考え方とか、やっぱすごい深い思考を持っているかどうかうん、うん、そうですよね。あ、そう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 。ね。ね。うん。いや、まあまあ、そう。 まあこういうのが紹介されてて、はい。でね、ちょっとこれ和田さんと喋りたい一番の実はメインのテーマなんですけどお。おはい。<laughs> いや、面白いなと思ったし、確かにと思ったんですけど、特に芸術家とかで成功してる人にはパターンが二つあるって言ってて、はい、例えばこれアーティスト、画家、美術系なのかなで、例があって、タイプのうちの一つは、自分のそのキャリアの初期に有名な美術館、 とか、ギャラリーに作品が展示されたタイプ。うん。まあ、わかりやすいですよね、はい、これ。はい。まあ、早熟系っていうんですかね。はい、まあ、なんか、わかりやすく最初から才能を認められてたんですよね。はい、もう一つは、キャリアの初期に、有名無名を問わない複数のギャラリーに作品が展示されてると。はい,は,いはい。まあ、要は、すっごいマニアックな、ギャラリーとか、はい、ちっちゃいところとか大きいと,ころとか、<ー>関係なく、いろんなところに自分の作品を出して並んでるってタイプなんですって。で、これ、その、校舎の方って、 いや実はすごいあるあるだなっていうのがあって、自分の偏りを理解してくれる場所をずっと探し求めてる時代なんですよね、若い時にいろんなところに出してるっていうのは。あそういうことですね、あそうそうそう。で、うんうん、どっかで才能を拾ってもらったりとかして、はい、そこからドーンと行くっていう、はいはい、これ、ミュージシャンのとかでもすごいあると思うますありますよね。なんか、最初の頃にもうオーディション落ちまくったりとかして、そうすね、いろんなところに出てて。 っていう、今の有名ミュージシャンってたくさん実はいるじゃないですか。はい,は,いはい。はい。チャリアスとかだって100回ぐらいオーディション落ちたって聞いたし、そう,そうそうそう。あとグレイとかって昔イカテン出てたじゃないですか。ああイカテン出てたんですよね。ねそう。ね、それもなんか、同じだ、そうだと思うんですよ。グレイ自身、ね、なんかちょっとイカテンって。いや、なんか、<laughs> <laughs> そこなんだみたいな感じありますよねそうそうそう。だからそれも、本来グレイが自分たちで、<laughs> はい、自分たちの偏りを実は手探りだった時代で、でいろんなところでこう、 見せて、自分の偏りを理解してもらうための活動だったってことですよね。はいはい,はいはいはい。あと、昔 x ジャパンなんて、たけしの元気が出るテレビ出てたりとかして。ええー、あの、運動会とか出てたんですよ、X とか。ええー、あの、<laughs> ヨシキとかあの、神坂田出てで走ったりとかして。ええー、そう。<laughs> めちゃめちゃあれじゃないですか。バラエティ枠。そうそうあれじゃあ今、今のあの、金、何でしたっけ金枠みたいな完全そうですよ。そうなんですかあの時色物色物 X ってもうそういうキャラで、ちょっとバカにされたりしてたんですよね。あ、それ知らなかったですねパンケバンド、メタルバンドなのになんであのバラエティ番組出てんだみたいな。はい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 。カミつのコンみたいな。そうそうそう。でも、ヨシキとしてはやっぱり自分たちを知ってもらうためには何でもいいってことでやってたっていう。なるほどね。今となっては考えられないけど。考えられないですよね。でもそれやっぱり、 さっきの言ってた後者のパターンで、自分の偏りを理解してもらうためにいろんなところにこう、ね、顔を出してたっていうことだありし、ね、だって、オーディションで最初黒表されてましたから、ネックスなんでねんん。あと、あの、これで思い出したのが、アイミョン。アイミン。アイミン、あの、これ公式、 な、情報じゃないかもしれないです。あまあ、あイーガ l s に。<S はい。僕知ってます、それそうそう。イーガ r l s にオー,いい <S、ね、オーディションを受けて落ちちゃってるんですよね。今となっては、うん、いや、それは違うんじゃない <laughs> <laughs> 真逆みたいな、ね。そう,そうそうそう。だけど、当の、その時、アイミオン自身は、そのイ、e、ーガ r l s に、やっぱり、なんか、<laughs> 可能性を、自分の可能性を感じてたわけじゃないですか。踊るつもりやったんかっていうね。ねなんか、バキバキ。だけど <laughs> あの、今のアイミアンって良かったですよ、ね、だからね。ら本来だよ。いやだから。からから当時は今のアイミアン、自分自身のこの才能に気づいてなかったってことなんじゃないですかね。ああいう,こう,い,ういや、まあだから、あとその方向性とかクリエイティビティみたいなとこと、ね。そう,そうそうそう。いや、イーガールズの後、マリーゴールドは歌えないですよ、なかなかちょっと。<laughs> ね、なかなかいけないよ。<laughs> <laughs> だから、ね。 すごいことだよね、それね。そう,そうそうそう。じゃあ、アーティストってこのケース多いなって思うんですよ。いや、なんか、すごい、本当に、埋著したらもう、すごい、いっぱいあるよね、ね若いとね、なんか、考えられないことやってたっていうような。ね、全然逆のこと、なんか、役者さん目、や、目指してたら、そうそうそう<っ><あ>んか芸能界ってやっぱこのケース多い気がするんですよね。めちゃめちゃ多いですよね。ね なんか最近お笑いとか多い、だから東京ホテイソンのタケルとかは、もともとファインボーイズのモデルで、モデルとして成功したくて、たまたまお笑い好きの相方に誘われて、いまだにモデル目指してるって言ってました。そうなんですね。M1 出てますけど、はい。まあでもなんか、そんな風に見ようと思ったら見えてきてる、ね。そう,そうそうそう。だからその <laughs>、だから、ああいう空気にできるんだろうな、みたいな。そうですね。う,うん、だから、 結果今すごいね、個性派として活躍してる人って、最初は自分でそれを気づいてなかったっていう中で。まあそうでしょうね,ね。いやだからそういう意味だとね、自分の偏りって自分で気づかないもんだから、いろんな人の目に触れるようなところで、こういっぱいこうやってみるっていうのは一つ大事なんだろうなって思いますね。まあそうでしょうね。うん、まあちょっとその、なんていう、変な、偉そうな意味で言うわけじゃないけど、最初から格好つけていくよりは、うん、もうなりふり構わずみたいな方が、 確かにそのね。ね最初から格好つけるってことは、その格好いい像がすでにあるってことじゃないですか。そうね。だかリバー選手ンジになっていくると思うんですよ。うんうん、だけど、ね、自分の良さが分からないって中でやってって、てね、ここ認められるんだ、みたいな。うんうん、で、どんどん変わっていくみたいな。うんうん、なんか、結果的になんか個性派として残るものって、やっぱそういうもんなんでしょうね。うんうんうん だからまあ、面白いのは、だからさ、x ジャパンが下手したら、あれですよね、コント集団になってた可能性すら、ちょド, <laughs> ドリフみたいな。そっちに光がありすぎた場合は、そのシナリオがあったんだろうだ、あったんだなと思うと、<笑>,ううう笑えてくるというかその <laughs> そう、ね、ゴールデンでコントやってるかもしれないです、ね。そう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 。全員集合ってね、なんか、8時だよ。 いや、だから、ね、だから、その、なんていうの、そういうふうに、こう、かぎ分けていく、みたいなね、うん、人たちもやっぱいるでしょうから、うん、だからやっぱ、それは、だから、その時の価格変化で、そこがこう、シナリオは決まっていくわけですもんね。うん、だから自分たちでこうなるって決めるよりは、面白いことが起きやすい,ってい、うん。そうそうそう,そう。なんか、わかるな、というね。うん、まあでも、自分が何かわからないから、こう、いろんなところにこう、自分を出してみるっていうのは、 ちょっと僕もわかるんで。まあ割と僕もそこでやつしてたから。わかる、うん。うん。だからなんか、その、さっきの格好つけるパターンじゃないけどさ、割とこう、やっぱ何かに憧れ持っちゃってるパターンって、それが得意と思いたいみたいな、うん、あるじゃないですか。例えばガクトが好きで、ガクトになりたい俺。だからもう見た目も綺麗にしなきゃいけないし。うん、いとその尖り方でもなんか、それって結局、 その、この本のね、ノリで言うと、いや、そこじゃないんじゃないみたいな。実は喋りすごい上手だよ、うん、みたいな。そうなんですよ、ね。ことがあることに気づけなくなっちゃうアプローチであるってことでね。その自分のその、まあ、もちろんそれが悪いことで、完全に悪いことっていうわけではないんだけど、なんか意外とかっこつけない方が、こう、うん、ね、そうです、ね、こう面白いことが起こるかもしれない,い。そうそう。うん、で、それを自分でやっぱり気づくのは難しいです、ね。難しいでしょうね。 だから、からいろんなところ、自分評価されるいろ,いろんな場所に顔出してみて、うん、フィードバックもらい続けるっていうのがいいのかもしれないですよね。ね確かにね。うん、まあ自分だからさ、やっぱ自分のなりたい像をこう描いちゃうもんね、やっぱね。本当ね。うん、で、まあ、一応この本でも大事なところは、そのルールが曖昧なところで戦うことの大切さって言ってましたね。 何が成功かと分かりやすいその、どうしたら成功するってところに行くと、同じ指標で頑張んなきゃいけないじゃないですか。そう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 。だけど、ルールが曖昧なところ、どうしたら成功か分からないところに身を置いた方が、結果的には成功できるい,いや、それすごい思うんですよね。これやっぱ仕事においてもそうですよね。そうです。なんか再現性があることって、なんか基本的に面白くないし、 大したこと起きないじゃないですか、うん、言っちゃうと。かなんかこう、角度が高く、これやったら、これ、こう、成功できるみたいな。うん、だから、なんか結構、不確実性がある中で、エラーを起こしてた方が、すごい、こう、面白いもの作れるような気がしてて。うんうん、なんか僕は、その、大人になってから、僕、これすごい実感するんですけど、大人になってから、良かったところってそれなんですよ。ル,あルールがま昧だからなんですよ。ねね、学生の子供の時ってすごい嫌だったんですよ。学校って、もう、うん どうしたらいいかってルールが明確じゃないですか。100点取るみたいなね。そうそうそう。うん、だからそのみん、決まったルールの中で頑張んなきゃいけないから、辛かったんですけど、大人になったら、どうしたら成功かとかって曖昧だから、うん、ルールから逃げ続けられるんですよ。確かに、ね、僕ずっと逃げてましたからね。うんうん、今もそうですけど、うんうん、あの、あのルールが曖昧なところで僕探してずっといるんですよ。うんうん、そうするとやっぱりなんか、実力が、ごまか、見えにくくなるんですよ。ああ、はい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 。うん、まあでもその自分の中でも、だからその、なんていうの、その、 ある種、その自分の限界をこう、見なくて済むというかさ、うん、やっぱり、あの、その100点取らなきゃいけないゲームの中で、100点を取れる人取れない人って、やっぱりその特性とか特徴が出るじゃないですか。うん、でもなんかその中で身を置いたら、もうそれだけしかやらなきゃいけないゲームになるわけで、うん、でもそ、それってだから自分の限界を決めるってことでしょだってもう、自分はもう60点以上取れないって、うん、分かってるのにそれをもう続けなきゃいけないっていう、ね、苦しみというか。 だからやっぱ僕の場合はその、今の仕事、エンジニアの仕事も途中で始めたし、うんうん、っていう意味ではそこで戦い続けてても、うんうん、それずっとやってる人には当然ね、叶わないわけだから、ね、だから、それはそれ、でまた別に自分の強みとか、ものなんか、こう、アイデアでね、作っていったりとか,とかと掛け合わせて、自分の中でこう、ルールをこう作ってそこでこう戦って活躍していこうみたいな、そこをずっと探し続けてきた人生だったりするんで、うんうん、それをすごいわかるなと思います。うんうん いやだから、まあ、だからそのあの現代の,そのあれじゃない、現代人に必要なすごい感覚なんじゃないかなと思いましたけどね、うん、なんか要はその、よりこうなんか合理的な社会を目指しすぎちゃってて、やっぱりか100点取るゲームになりがちじゃないですか、うん、やっぱり何でもかんでもすぐにこう100点取れるみたいな。はい、だから、そうなるとやっぱこうその中で100点取れないって気づいちゃった人は、うん やっぱこう、人生続けていけないですよね。うん、なんかそういう人は結構脱落しちゃってってる気がしてて。うん。だそんな100点なんか決めるなんつうのその、100点取る必要ないし、そこじゃない。まあ,ね、まあ、でも、どう頑張ったらいいかって、みんな指標がないとわからないから、まあそうです、ね、決まってる指標の中で頑張ろうとするっていうのはあるかもしれないですよね。そうね。うん、でもなんかつ、辛い。いや、まあ取れる人はいないんだけどね。なんか取れない人がやっぱいるからね。うん、辛いゲームだよなっていうかさ。そうなんですよ。か僕からしたらせっかく大人になったんで、 そうですよね。自由なんですけどねって感じします,ね,ですよね。本当だよね。うん。だって自分次第でどうとでもね、ルール作って。まあ掛け合わせみたいなのできるもんね。そう,そうそうそう。変なね、うう。ん。これ、なんだっけななんか、キングコング西野が言ってたのかななんか、100万人に1人の人間になるために、はい。その一つのことで、100万人に1人になることはすごい難しいですよ。はい,はいはいはい。野球だったら野球でやったら、それこそ一郎とか大谷庄になれるかもしれないけど、はい、難しいじゃないですか。はい、だけど、 10万人に1人かける10万人に1人だったら100万人に1人になるんですよ。ああ、そういう、ああ、はいはい、はい、だから10万人に1人のところを自分で探して、もう1つ10万人になるっ探して、ね、掛け合わせたら100万人じゃないですか。確か,に確かに。それも2つだとそうだけど、うん、もっと重ねたら、100人に1人かける何万人っ,つって、うん、そのすごいイージーになってくるんですよ、掛け合わせによって。確かに確かに。いや、それは正しい考え方だよね、ほんと。 いいそうですよね。野いや本人が確かにそれやってるもんね。<laughs> そうそう,そう、ね、まさにそう <laughs>、うんいや。でも本当そうなんですよね。んなんでなんか自由なんでね,あ,そうすねあんまりこう縛られずに、ねうん、いいんじゃないですかね。まあ,あのちょっとこの本正直ね情報量というかねなんかこう視点が多すぎて僕うまくこれをこの本の内容をもとに喋れなかったんで今回。でぜひ<ー>そう読んで

それこそ偏りとか才能を見つけるためのこれを手順に沿ってやっていくとできますよ。ノウノウハウを提供してる方なんですよ。そう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 。考え方というよりは自己経営というよりは。そう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 。ああそうですか。はい。ぜひちょっと皆さんもね手に取られて書店でそんな感じでした。はい。じゃあありがとうございました。さようなら。